お疲れちゃんです。ラットですね。今日はですね、こちらの、キョスケバルーンデッキをね、はい、使ってやっていこうと思うんですけど、こちらですね、なぜかわかんないんですけど、流行ってます。はい。なぜかわかんないんですけど、なんか多分ね、前に、普通にキョスケバルーンの、なんかギャング、でもここなんかギャングで、使ってる海外のプレイヤーがいて、で、他の中身ちょっと違うかもしれないですけど、で、なんか、それの、なんかギャングをね、多分ゴボリにしたバージョンだと思うんですけど、ゴボリがまあとりあえず今強いんで、ゴボリ入れとけばなんとかなるっていう多分考えだとね、思います。で、これが意外と結構強くて、僕グラチャレでも、普通に勝っての今のね、あれがあるじゃないですか。新シーズン大会ですね、とかでも結構ね、楽々12勝とかいけたりしてるんで、こちらをね、今日は、使ってやっていきたいなと思います。だけで、キョスケプラスバルーンで、なんかキョスケバルーンの形作って、それでね、なんか相手がいっぱい対空出してくると思うんですけど、それをキョスケが、の爆破が、キョスケの爆破が爆発する瞬間、まあ、キョスケの爆破に合わせてトルネードをね、ぶつけていくと、相手の対空全部処理できて、バルーンがめっちゃ通るみたいな感じなことがありますね。これ相手ペッカかもっすね、もしかしたら。もしかしたら、ペッカっぽいですね。これ多分3が5。あー、ペッカですね。ペッカですね。でもこれ爆破でこれ飛ばせるんですよね。このエリキとか全部言うのが。これが美味しいですね、まず。よいしょー。はい、これで一発。で、言うの工場、ベビドラ。ペッカ工場のベビドラ版ですかね。多分そんな感じだと思います。で、ここのベビドラは、左のタワーが僕ダメージ受けてて、右のタワーダメージ受けてなかったんで、あえて許容しますね。よいしょ。で、ここは美味しいですね。これはごぼうりで受けてあげて。陸行きがマジでごぼうりだけで、なんとかなっちゃうんで、よいしょ。あとは空は、まあ、アイスイズプラスベビドラとか、こういう逆にね、キョスケでタゲ取って、キョスケでね、まあ、ラバとかも、全然相手にできると思うんで、よいしょ。アイスウィズで走らせないようにしつつ、バルーン飛ばしてからの、ここにエレキか、まあ、3が5か。あー、なんか、えぐいの来た。今のこのディガーは、おしゃれにシャシャりつつの、あれですね、マジでペッカ警戒じゃなくて、あれ警戒だったんですけど。これやばいな。このペッカ正直守れないんで、ベビドラ出しても、まあ、1個おられるし、キョスケ出してもおられちゃうんで、オッケー、1回待って、でいっぱい来たところをキョスケの爆破で全処理作戦ですね。で、ユーノとかワンチャン真ん中から来るんで構えつつ、オッケー。後ろからとりあえずね、出していきます。このベビドラの前に本当はバルーンつけたいですけど、まあまあ、一回置いていきます。まずはね、受けからのカウンターでね、バルーン飛ばしたいですね。相手ポイズン使ってるんで、これ。ポイズン使ってるんでっていうのは結構スペルを使ったタイミングっていうのがバルーン以外でも何でもなんですけど相手がスペルを使ったタイミングっていうのは結構コストがねないタイミングなのでそのタイミングをしっかり狙ってね攻めていきたいですね。これ強いですね。縦蹴ですね。あー、これ本当はやばい。俺のゴボリがまあでもこれ待ってから気をつけ出せば陸行き最強カードなんで。よいしょ。はい。オッケー。危ない。ペッカがなんか残ってる。やばい。やばい、これダクプリの範囲攻撃で危ない。入るところでしたね。まあ、でも、あと730なんで、ポイズン2発受けなければいい話なんで。横ベビドラアイスイズ残しつつの対空マウントを取っていきたい。まあ、延命します。あ、変名できなかった。やばい。あ、終わったかも。やばい。まあ、言うてまだ前ますね。オッケー。相手のベビドラとエリキがちょっと厄介なんすよね。で、真ん中、危ない。真ん中言うのだけ怖い。オッケー。さては、チャンス。よいしょ。で、問題、真ん中言うのだけ警戒。オッケー。こんなんも手前に引っ張ってあげて。痛い。ああ、負ける。痛い。危ない。待って、危ない。めちゃくちゃ危ない。エレキ、引っ張って、そうっすね、対空が、エレキとベビで、ベビドラは正直バルーンからしたらいないようなもんなんで、攻めたんですけど、ちょっとね、
ちょっと危なかったです。陸行きが、キョスケとゴブリがあるものの、鉄火工場ぐらいいるとちょっときついんですかね。でも、全然相手もバルーンがきついんで、まあ、どっちもどっちみたいなとこありますね。はい、なんで、よいしょ。しっかり受けから行けば、勝てると思いますだけで、フットゲーム早っ。これ多分、相手勝ったと思ってる説ありますね。多分、ゴーレムとか止まんないんですよ、キョスケだと。メガネじゃないわ、ロイジェイとか、なんすけど、このね、ゴボリによって全てが変わりますね。ゴボリによって陸に全部に相性が良くなっちまう。はい、というわけで、これ本当はこのカウンターでバルーンつけたら勝ちなんですけど、バルーンがないんですよね。バルーンがないので、まあ、ディガーでも飛ばして、よいしょ、とりあえずね、まあ、地味に削りやっていきます。このゴボリが、スケ。なるほどね。スケの、高回転のゴレ。こう、キョスケで受けつつ、オッケー。このままカウンターですね。これまたバルーン飛ばしたいですね。オッケーオッケー。キョスケを低めに出して受けていることによって、このベビドラを、タワーが殴ってない。タワーが殴る手だったんですけど、まあまあまあ。あれ？こう、ありがとうって言っとこう。ありがとう。こうバルーンも入りますね、しかも。で、相手は、ここのもうバルーンを無視してきましたね。よいしょ。守れないと踏んで。で、今からキングおられないように防衛。で、ここの間に僕はしっかり、ゴロを溶かしたい。オッケーオッケー。いや、ゴボリマジで強い。だってこれレベル12っすよ。イグツなんすよね。やばい。とか言って、普通におられそう。普通におられるな。これトルネで、後ろに下げてもおられるんで。ふぅ一個おられましたけど、まあまあ言うてね、こっからみたいなとこあるんでね。よいしょ。相手のこの多分ベビドラ結構やんちゃですね。結構やんちゃ。なぜなら相手は対空がエレキベビメガゴの3枚。3枚ですね。これ普通にバルーンつけて、よいしょ。これちょっとね、キョスケがコート相手陣地に入ってターゲット取ってほしいんで、バルーン後ろからですね。これがあれなんですよ。マジで。キョスケが爆発する瞬間に、トルネで全部吸引ってまとめてあげれば、全処理できるんですよね。待って、これ、バルーンの爆破ミスった。バルーンでキョスケの爆破ミスった。やばい。危ない。まあまあまあ。言うてね。全然、みたいなのがありました。ここ、キョスケで受けつつ、相手は同彩勝負だと苦しいって思って逆に来ましたね。というわけで、僕は今このね、8ハードを生かして、全力で倒しに行きます。で、多分、ライトニングボーイ来るかもなんで、ディガーも飛ばしつつ、オッケーオッケーオッケー。エレキとか低めに来たら、トレンで全部まとめよう作戦だったんですけど。一発入んない。いや、相手のポイントうまいですね。ここは、ベビでいいかな。チョスケか、どっちやもみたいなとこあります。やばい、なんかいっぱいおる。やばい、エレキが残ってるのちょっと、話が違うんですけど、まあね、これもトレンで全部、よいしょ。剥がしつつ、このキョスケの爆破で公園も全部、やっつけれそうですね。はい。というわけで、一回これ、後ろからですね、相手も。ライトニングはマジで厄介なんですね。マジ、やってて、今。動き掘り出して、ワンチャン飛来心みたいなとこ。これ、キョスケも出してあげて、オッケー。で、このベビドラを美味しくいただいて、もうこれにバルーンつけて、相手にもうライトニング打たせるって感じですね、ここに。そしたらアイスウィズでこの後防衛しやすくなるんで。まあでも撃たない場合は、やっぱザップ、撃つ意味ないな。メガを殴ってるわ。まあでも、これ爆破で、見るよこれ。いや、これさては、引き分けになりそうな香りがするんですけど、引き分けにはしたくないですね、これは。勝ちたいですね、これ。今ライトニング撃ったんで、相手がスペル撃った時って結構チャンスなんで、こういうとこですね、こうチャンスですね。オッケー。これザップって、竹変えて、オッケー、一発入る。これで一発入る。一発も入んね！なんで苦しい。でも、来て真ん中これなんで、ゴボリで逆サイにやっちゃえば、よいしょ。おいで。来ないんかーい。ここは、ゴレ咲いたイコール8コス咲いてるんで、この瞬間にキョスケバルーンからの、これさったらこのエレキさえドックやっちまえば、このバルーンが、エレキでも戻ってきた。
イエーオッケー。しかもこれあとディガー圏内、いやディガー圏内なんですけど、これまあ決めるしかないですね。よいしょ、やばい、オッケー来た、おい、よいしょー、ね、最後ダクブリが普通に外側とか来てたらアイスイズがね、僕のアイスイズがタワーを殴るしっていうので真ん中ねアイスイズ出したんですけど、まあ危ない危ないんですけど、全然ね全然ゴリにもゴリにもペックにも、ね、いけちゃってるんでね、いやーいいですね。何がきついんだろうな、多分インドラとかですかね、アイスイズとビビドラだからインドラ入りのデッキとかかな。あとはまあ遅延なので、遅延は基本的にラバホリーとかね、なんか空マウント、空やっぱちょっと少ないって言いますか、ドラドラメガゴとか来られると処理に手こずるんで、でその間になんかラバとかで削られるんで、まあって言ったら来ましたねラバ。はい、多分一番ラバがきついんじゃないかなと思いますけど、ラバルだとまあ別にあのゴボリでなんだろうバルーン誘導してトルネで金起動もできるんで、ラバルとかだと全然いけると思うんですけど、でここの巨石に対して暇になっちゃうんで、あのもうバルーン飛ばしますね。で相手バルーンに対応しないといけないんですけど、これもあのバルーンの爆破じゃなくて全部基本爆破でどうにかなると思いますと思ったっすけど、言うてでしたね。ここはアイスイズでまとめてザップで処理、ザップは様子見でいらなかったかもしれないんですけど、まあまあはい、こんな感じでやっていくと、しかもバルーンに一発入ってるんですよね、これ巨助でただただあの時間稼ぎをしてるんですけど、それを生かしてバルーン溶かすことによって守れるしダメージも入る。よしよし、これも一回同じことを繰り返すだけですね。また巨助で合わせて、あー逆サイか、逆サイはちょっと厄介なんですけど、普通にこれ巨助で攻めちゃっていいと思いますね。でそうっす、このゴボリ、このバルーンをゴボリプラストルネードでキング起動して、あーうまい、相手後ろからユニットから処理してますね。これをキング起動して後ろから追加されたガゴとかはビビドラで、ね、処理したいですね。 OK、 ここゴボリが時間稼ぎしてくれてるんですけど、その間にこの左がちょっと痛いんで、あーこれやばいかな。さてはトルネード使ったことによってギリギリ守れないですね。いやー守れないか、耐えてほしい。さっきからなんかすんなり GG になっちゃうっていうのがあります。でも今相手これの見ました、メガゴとサンガゴ咲いたんですよ。ということはこれバルーン飛ばすと相手はマジできついと思いますね。これもディガーも飛ばしてあげて、メガゴが来たら巨助の爆破にトルネでもグイーンってやっちゃえば多分いいと思いますねと思ったんですけど、巨助も届きましたね。オッケー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 。これもあと時間稼ぐだけというよりはしっかり守んないといけないですね。これ普通にトルネで吸いつつゴボリに一回誘導させて、オッケーオッケーオッケー。いやーマジでその後ゴボリがパピーのタゲも取ってくれるんで、いやーゴボリは最高マジで。僕あのゴボリ使いすぎてるまであるんですけど、オッケーオッケーオッケー。レベル12でも関係なしって強いですからね。オッケー、こっちをスケでタゲ取ってあげて、これ多分ザップフルしたけどもう届かないですね。オッケー。というわけでラバルは相性いいかもっすね結構余裕で勝てましたね。というわけでまあ明日からね、あの、韓国生活が始まるんでね、ちょっと、そう、明日も韓国飛ぶんですよ。ゲームイズの人はもう今日飛んだみたいなんですけど、僕らは明日からなんで、ちょっとこれからね、韓国準備するのと、あとはため撮りもね、ちょっとしないんでいけないっていうので、若干忙しいんですけど、まあ韓国でもね、ちょっとね、なんだろう、なんかね、韓国生活だから、撮れる動画とかもね、撮れたら撮りたいなと思います。というわけで、よければ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では、終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。